千葉レインボーバス。千葉レインボーバス株式会社は、1998年6月1日に、京成電鉄より分社化して、営業を開始した京成グループのバス会社である。京成電鉄バス部門の分社化としては、千葉フラワーバスに続く2社目であり、京成電鉄船橋営業所、後の京成バス船橋営業所、現、京成バス新都心営業所奈良市の出張所の分、社庫であった。 千尾車庫及び松戸営業所の分車庫であった白井車庫を継承している。営業エリアは主に印西市、白井市、千葉ニュータウン及びその周辺地域である。神崎線、白井線、鎌ヶ谷線の三長距離路線がある。会社設立後、形成から引き継いだ路線の効率化を徹底的に進め、1998年から3年の間に7度にわたる、 ダイヤ改正を行っている。さらに、北総交通が運行してきた路線バスの小林線、多岐の循環線を引き継いで2017年4月1日より運行開始している。千葉レインボーバスの営業開始年は1998年と比較的新しいが、同社の運行する神崎線、白井線、及び木下線、鎌ヶ谷線それぞれの歴史は戦前。 昭和初期より始まる。神崎線、現津田沼駅、木下駅の起源は、役園台に事務所を置いていた個人事業者、白井持志郎による1927年10月5日に、船橋駅、大和田、現在の市役所付近及び新木戸、僕村の平戸間の会である。なお、白井によるバス事業の創業は、同年3月11日の谷津津田沼駅、 大久保みもみ線からである。その後、1933年に鞘山、ま、今の神崎橋付近か、1935年頃に、線尾を通り、絹まで全通した。その後、白井はおそらく1935年7月15日、後日に、個人事業者から、奈良市の自動車株式会社への法人化を行った。それから間もない1937年1月に、京成電鉄が、 同社の路線を買収し、奈良市の営業所、現、船橋営業所を津田沼駅近傍に設置した。ちなみに、奈良市の自動車株式会社は、バス路線を手放した後、保険代理業に業種転換し、現在でも、形成保険コンサルティングとして存続している。同社の設立年月日は1935年7月15日になっており、前述した。 個人事業者の法人化がこの日のようである。形成としての神崎線の開通の経緯は以上の通りである。なお、奈良市の営業所及びその後の船橋営業所については、形成バス船橋営業所の記事を参照されたい。鎌ヶ谷線、五甲駅、鎌ヶ谷市役所、白井駅、白井社股間の路線の期限は、松戸に事務所を置いていた個人事業者。 大江六郎による1928年3月1日の松戸駅後港六味薩摩館の開通である。その2年後の1930年10月1日に藤ヶ谷まで延長している。なお、当時の地図によれば、助津間、館、藤ヶ谷付近の道路の付設状況は今と異なっており、停留所も別の場所にあったようである。その後、法人化を経て1935年11月に、 京成電鉄が買収を行い、松戸営業所を設置した。当時は新京成電鉄の設立前で、六組、助津間、藤ヶ谷方面は、愚か、矢柱、五甲方面でさえ、バスが唯一の大量輸送手段、中、車両は今より小型であるが、であった。また、翌月には、渡辺乗利自動車を買収し、松戸市川、流山、金町の三線も引き継いだ。 現在の白井線、西船橋駅、白井駅、白井車庫及び木下線、白井駅、木下駅などの期限は、森田祐吉地経営の共立乗り合い自動車による中山木根線である。共立乗り合い自動車は、このほか、中山大野間、木下岩戸間も路線を有していた。その後、1943年7月14日に、京成電鉄が、 強立乗り合い自動車を買収し、市川営業所を開設した。同営業所は同時に、京成の既存の路線、市川船橋線、国武線等と合わせて担当する。当時の市川営業所は、現在の元ヤワタ駅南側に位置する、市川交通自動車のヤワタ車庫である。その後戦争が激しくなり、物質及びエネルギーの調達の都合から1944年前後に、 不要不急の路線は廃止、または休止。千葉レインボーバスの本社は、千葉県印在市線尾にあるが、営業所を兼ねており、本社営業所と呼んでいる。なお、車庫の名前は、千尾車庫であり、これは、京成電鉄の頃の名称を引き継いでいる。このほか、千葉県白石市芝に、白井車庫があり、白井線、鎌ヶ谷線、西白井線、 宝天線の四線はこの車庫の担当となっている。北総交通が運行してきた小林線を引き継ぎ2017年4月1日より運行開始した。当社からの遺憾後、北総交通が運行してきた滝の巡環線を同社のバス事業廃止により再び引き継いだ。白井線は西船橋駅から小作、木下街道を経由して、 白井車庫へ向かう路線である。西船橋駅、白井駅間の折り返し便もあり、合わせて1時間に1から3本程度の頻度で運行されている。戦前に個人事業者が開業した中山駅、木下駅間の路線、木下線が戦後に前、白井車庫で分割され、これより南側が西船橋駅、白井車庫間の運行に改められ、白井線と呼ばれるようになった。 近年では、中山競馬場周辺の道路や木下街道の渋滞が目立ち遅延が目立っている。また競馬開催時には臨時便を運行したり、船尾車庫から大型車の応援を出している。船橋市方店、藤原地区周辺は、周辺にある木下街道、千葉県道59号市川印西線などの幹線道路の渋滞により、交通の便が損なわれていた。 そのため、地元自治会では、地元自治体や関係交通機関に改善等の申し入れを行ってきた。この取り組みについては、NHK の番組、難問解決。ご近所の底力にも紹介された NHK で、放映の内容。この路線は、同番組を契機に渋滞対策として、地元自治会と千葉レインボーバスによる協議によって、開設された路線である。 千葉レインボーバス側からは、再三ラインと想定される人数以上乗らない場合、タイがありうるとの条件が提示されている。この路線を走行するバスには、フラワー号という愛称が付けられている。なお、方天線、白井線ともに、同名の、孫ご沢駅バス停があるが、前車は駅西口の前、後車は駅東口そばの木下街道沿いと所在場所が異なることに注意。 2011年9月1日のダイヤ改正より、平日ピルマのみ法天公園グラスポへの乗り入れを開始する。このダイヤ改正より、平日の昼間は、孫目沢駅霧畑間と孫目沢駅、法天公園、グラスポ間のバスが一本図交互で運行されている。千尾車庫の神崎線と白井車庫の白井線はそれぞれ船橋新建成バス、奈良市の営業所。 旧奈良市の神経成バスの津田沼線の津田沼駅、八千代緑ヶ丘駅間、神経成側には、八幡神社経由便は存在しない、船橋神経成バス鎌ヶ谷営業所の鎌ヶ谷線の、まご沢鎌ヶ谷大仏駅、神経成側では、鎌ヶ谷大仏。また隣のバス停である、配給所前は、千葉レインボーバスの路線は停車しない。と重複しているが、いずれも、 定期券の共通利用等の制度は存在していない、京成バスグループ14社発行のダイヤモンドパス、子供んどころパスのみ、共通利用か。重複区間は神崎線においては、宮古市停留所を境に千葉レインボーバスと、新京成バスの運賃制度が切り替わり、白井線においては、重複区間のみ新京成バスと、同じになっている。同じ場所でも一部バス定名が固有名詞は同じでも、 後に続く方角等が異なっている。運賃制度が切り替わる区間をまたいだ利用は近距離でも割高になる。ただし、船橋新京成バスにおいて実証試験している二輪グリーンハイツ線も二輪道生まれ3及び丸山道生まれ4からまご沢駅新京成側ではまご沢駅入口まで重複するが二輪グリーン発線は 全線神経性の運賃制度となっている。木下線は、北総鉄道の白井駅から、木下街道を経由して、成田線の木下駅に至る便と、途中の四芝坂下で分岐して、矢田に至る便からなる路線であった。戦前に、個人事業者が開業した路線であり、かつては、中山駅は神谷、木下駅間を運行していた。谷田発着便は、 1959年に白井村南部の木下街道から離れた集落への足として矢田線の名で開業したので、同年には白井村北部の名内橋、現白井工業団地停留所の真田約1キロメートルに至る名内線も開業した。これらの2路線も北線と同じように中山駅から木下街道を経由して運行され、市線のような位置づけとなっていたが、 三線とも、長距離路線であったので、1970年頃に前、白井車庫発着に短縮され、これより、南側は、白井線、西船橋駅、前、白井車庫を運行することにより字が分割された。その後、白井側の発着点の変更、明内線の廃止、福祉センター経由便の新設、廃止などを経て、帰化線は2009年3月31日の、 運行を最後に廃止された。廃止に向けて、千葉県バス対策地域協議会に提示された案に、対し、運行の継続を求める意見が寄せられたが、赤字額が年々増加していることや、コミュニティバスによる代替が可能なことから、原案通り廃止となった。千葉レインボーバスでは、主に、日野自動車、三菱不走トラックバス、三菱自動車工業から分社の車両を使用している。 メーカーが統一されていないのは、京成電鉄から、選択車種の異なる2営業所、船橋、日野、松戸、三菱化の車庫を引き継いだためである。分車化後も、同じ2メーカーより引き続き導入しているが、心臓配置車種の変更や転属により、両車庫におけるメーカーの比率が変化している。近年では、京成バスや東京ベーシティ交通、 バス事業から撤退した北総交通などからの移籍者で、いすず自動車製の車両も登場している。他の形成グループのバス事業者に比べて、車両の使用年数が長い傾向にあり、15年以上に渡り使用している車両もある。ノンステップバスの導入は比較的最近であり、現在もワンステップバスの比率が高い。館内に千葉ニュータウンを抱える、千尾車庫では、 大型車を主力としている。少数であるが、ワイドドア、4枚よりの車も使用されており、かつては3、扉車も使用されていた。白い車庫では、分車化後、中型車や小型車の比率が高まっている。車番表記は数字のみの3桁で表記する。形成バスなどとは異なり、数字の前にアルファベット等の記号はつかない。車番は、メーカー別に分けられており、 基本的に100番台が、日野車、200番台が、三菱不走車、300番台が、伊須津車となっている。会社設立初期には、京成時代のまま車番を変更していなかった車両も、あり、現在でも、京成バスからの移籍車で、京成時代の4桁の車番のうち1000の位、または、アルファベットのみを削除し、残りをそのまま使用している車両も存在する。開業当初は、 京成電鉄の車両を塗装変更せず、社名表記のみを千葉レインボーバスに変えて使用していたが、次第に青空と虹をモチーフとしたオリジナルのカラーリングに塗り替えられていた。近年では、京成バス新都心営業所、京成バス奈良市の出張所や、京成バスシステム千葉シティバスからの遺跡者で、京成バスカラーのままの車両、京成バスという表記を消去し、 レインボーバスといいう車名表記を追加しした車両が再び登場しているこうした車両は主にスクールバスや企業輸送などの特定輸送に使用され、一般路線に使用されることは少ない。なお、行き先表示幕も一部路線を除き車名が併記された全面青色のものに変更され、形成との差別化が図られている。現在では車両代替により、 行き先表示の LED 式を採用した車両の割合も高まってる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。